こんばんちは、山川チャンネルのカンさんです。今日は家族とマクドナルドに食べに行ってます。はい、ちょっとね、あの他の人の動画見てて、ハンバーガー1分間チャレンジっていうのがあったんで、ちょっとこれに挑戦したいなと思って、あのついでに、あのお昼ご飯ついでにちょっと挑戦していきたいと思います。それではどうぞ。はい、子供らと一緒に食べに来てます。おはよう。ありがとうございます。はい、到着しました。はい、こんな感じで、はい、頼みました。今の子供らはよく食いすぎます。普通にあのバリューセットプラスナゲット5個2人とも食います。もう下の子はフィレオフィッシュを頬張りてます。はい、早速食べていきたいと思います。1分チャレンジで、はい、ストップウォッチで測ってもらうんで、はい、始めたいと思います。よーい、スタート。いただきます。水分取られるか意外に難しい。間に合わへんかった。いいよ、水分量が取られて飲み込まれへんかった。やっぱ飲み込むまでっていうチャレンジなんで、結構いけるかなって思ったんですけど、なかなか、はい、口の中がほかさばになってなんか単純やけど結構難しい。また今度、最近時間なくてなかなか山さんと会えないんですけど、あの山さんともこれ挑戦したいと思います。はい、というところで、あとはならマクド堪能、家族みんなでしていきたいと思います。うん、ちなみに今回かんちゃんは体縁、何気に体縁初めて頼んだんで食べていきたいと思います。こんな感じでめっちゃチーズが赤い。めっちゃハバネロの匂いがする。いただきます。うん、あ、プリッとする。すごい、後からピリピリする。これ唐辛子、この黄色のこれが結構辛い。うん、うまい。じゃあナゲットもいただきます。なんか今限定のロブスターソース、これですね、ロブスター&トマトクリームソース。甘くてうまい、これ。はい、あとこんな辺です。やっぱマクド美味しいね、久しぶりに食べたら。
はい、ごちそうさまでした。食べ終わりました。久しぶりにマクドナルド行ったらめちゃめちゃうまい、やっぱり。はい、というところで今日は結局ハンバーガー1分チャレンジ失敗しちゃったんですけど、次またリベンジしたいと思います。でね、山さんとカンちゃんお互い落ち着いたらまたちょっと2人で対決みたいな感じで挑戦していきたいと思います。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。それではバーイ。